はい、チプロジェクトへようこそ、ちさんです。龍が如く一心極み続きやっていきましょう。なんかね、動画外で別宅来たんだけど、これ桜の木らしいわ。前回かなに、ワンちゃん、ちょっとサブストーリーで亡くなっちゃったワンちゃんを桜の木の近くで、ほら、なんか桜の木好きだからみたいな感じの時での話であったから、これ桜の木らしい。すごいな、木見てこれ何の木ってわかんの、すげえな。葉っぱとかもついてないのによ。この木はもしや桜か。ねえ、どうしたのおじさん。もうおじさんっていう言い方ほんまいいわ。ああ、はるか、この木はもしかして桜の木か。うん、そうだよ。うちにずっと昔からある木なんだ。でも枯れちゃってもう咲かないんだけどね。枯れちゃってるけど木は残ってるんだ。そうなのか。うん。うん。私が小さい頃は咲いてたんだけど、ここ数年この木に花が咲いてるの見たことがないよ。なんか木とかもさ、なんかこう、あるよね。何年かしか咲かないみたいな。あれって、なんか違うかな。なんかちらっとそんな話聞いたことあるんだけど。そうか、枯れているのか。え、どうしたの急に。園芸にでも興味を持ったの。ちょっとこの点点点はてな、ちょっと引いてるじゃん。いや、こいつまたなんか変なこと言い出したぞみたいな。いや、そうじゃない。あるじいさんが桜の木を探していてな。え、どういうこと。まあちょっと話すと長いよね。というわけで、死んだ犬の骨を埋められる桜の木を探しているんだ。そうなんだ、かわいそうだね。息子さんも、犬さんもって犬さんも死んじゃうなんて。ああ、なんとかしてやりたいんだかな。あのさ、うちの桜の下じゃダメかな。え、うちの。うん、うん、枯れているけど他に骨を埋めてもいい桜の木なんて多分ないと思うよ。うちのでもよければ。この時期の骨ってあんま縁起よくないんだろうな、多分。なんか特に今よりはいいのか、はるかは。もちろん、それでおじいさんたちが救われるのなら。わかった、ありがとう。早速じいさんに聞いてみる。うん、うん。あら、そういう話になっちゃうのね。じいさん、あれだよな、豚書の前だよな、確か。遠いな、じいさん。ここやな。うん、おー、斉藤さん、桜は見つかったかの。諦めろとか言うな、お前は。やっぱ俺の庭は無理やってなる。ああ、うちの庭に桜の木があってな、そこに埋めるのはどうだ。え、でもいいのかい。ああ、ただその桜の木は枯れていて、もう二度と花をつけることはないそうだ。それでもよければだわ。そうか、枯れておるのか。いや、構わんよ。その花も和吉と同じ、この世では咲いていないかもしれないが、天国できっと元気に咲いているはずじゃ。いいこと言うな、この人。そうかもしれないな。じゃあ案内する、ついてきてくれ。うん、ばあさん、行くぞ。ばあさん大丈夫か。まあでも一人で置いとくよりはな、連れて行った方がいいよね、確かに。やし、もしかしたら桜の木見たりしたら、こうなんかちょっとまだ精神的に安定するかもしれん。よし、これでいいじゃろ。あー、泣いちゃった。そうだよな、和吉や、ありがとう。おばあさん、なんか言いたげだよ、おばあさん。ばあ、うるさいとか言うなよ。ばあさん、うるさいぞ。ねえ、なんか喋ってんだって。まったく、どうしたんじゃ。ん、あれ、花びらが散ってる。すごい、うちの猫泣いてる。ちょっと待って。はい、失礼しました。さ、桜の花びら、どうして。この木は枯れているはずじゃ。綺麗。え、ばあさん、今言葉が。綺麗、綺麗な桜。ばあさんが笑った。
ああ、そうじゃな。本当に綺麗な桜じゃ。わしはこんな綺麗な桜見たことがないわい。それに、ばあさんのこんな笑顔も見たことないわい。よかったな、じいさん。ああ、もうどっちも泣いちゃって。もう。ああ、そうね。和吉が桜くれたんやろうな。そうだな。きっとこの桜は和吉が咲かせてくれたんだろうな。あんたたちにありがとうって伝えたかったんじゃないか。俺はそう思うぜ。和吉、ありがとう。何このいいサブストーリー。なんかその桜の木の下に犬小屋あるから勝吉の家みたいじゃんこれ。いいけど、別にええけどさ、なんかうちで飼ってた犬みたいになるやんけ。あ、こっちに帰ってくるんや。なるほど。じゃあ、寺小屋の方に戻って、これってあ、これ多分動画化してないな。これスキップします。あれ、猫どうした？みゃー、また汚れてるのか。ん、泥だらけじゃないか。お前もしかしてまた川に落ちたのか。やだー、どこまでおっちょこちょいな猫なんだ。仕方ない、風呂屋で洗ってやろうか。洗おう洗おう、猫洗おう。仕方ないやつだ。ちょっと来い。もうよかったな、見つけて。これこのまま置いてたら風邪ひくというか、冷え切って死んじゃうんじゃないの。本当にお前はどうしようもないやつだな。綺麗にしてやるからおとなしくしてろよ。何回お前一緒にお風呂入らなあかんねん。あ、今回暴れなかった。お風呂大好きな猫になったね。よしよし、こんなもんだろ。ああ、虹色の輝き。これ何、猫洗うだけ？ここ、これは。なんか、なんだろう、うちの猫ちゃんになったりするんかな。ならんくてもいいけど、こいつ一生川に落ちては広い、落ちては広いみたいな。もう土壌踏むんじゃないぞ。綺麗になった猫。長靴を履いた猫みたいな。ワンコも見に行きたいな、そうなったら。あのワンコのとこ、なかなか通らんからな、あそこ。はい、で今日も福引き20枚とかなってるわ。どんだけ福引きできんねん。どんだけ分回せんねん、あれ。はい、今日はね、このこっちだね、こっち側のサブストーリーをちょっと網羅していこうかなと思います。はい、これか。海釣りはいかん。あ、海釣りちゃうな、上か。こいつか。はあ、一体どうすれば。もう私の釣り人生は終わりだ。何やら深刻な面持ちの釣り人がいるな。どうした？釣りやったことないけど私。はあ、どうしよう。どうかしたのか。ひどく落ち込んでいるようだが。ええ、実は今日こそは魚を釣って帰らないと、生きがいである釣りをやめなければならんのです。崖っぷち釣り人。どういうことだ。私、釣りが大好きなんですけどね、腕の方は下手っぴで、今まで魚が釣れたことなど一度だってありゃしないんですよ。釣り好きなのに釣れたことないってどういうこと。よく好きだな、逆に。何、一度もないのか。はい、時間も労力もかかるくせにおかずの一品も釣ってこないと。あ、奥さんからね。よく、本当になんで好きなの。釣れないのに好きってすごくない？成果残らないのにずっとしてるのすごいな。ついに積もり積もった妻の鬱憤が爆発しまして、今回釣れなかったら今後一切釣りはしないと約束されてしまったんです。かわいそう。なるほど、はあ、いいじゃん。あ、まあ、金かかるからか。金かからなければ別に釣りと垂らそうがね、何しようがいいんだろうけど。
竿がピクリとも言いませんでした。餌つけてる？大丈夫？あ、そうだ、つかぬことをお聞きしますが、あなた釣りはしますか？あーとか言って、お前したことねえだろ、嘘つけ。させたことねえよ。何？あ、魚譲れっていう話なんか。でもさ、これさ、別にさ、はじめちゃんがこれ譲ってもさ、お前結局釣ってねえんだからさ、また次、また釣れませんでしたが続くと、また妻の鬱憤たまるんじゃないの？ああ、分かった。釣った魚で余った分があればお前に譲ってやる。え、本当ですかって、お前が言い出したんやろうがいいって頑張れお前、本当に頑張れ。まあ、今回はな、首の皮1枚つらな、ちょっとうまく言えてない、首の皮1つ1枚でなんか繋がってる状況臭いけど、ここで釣りできるか。ちょ、釣りさせて。この辺できん？あった、川釣りしたれ。なんか海のやつ釣ってもさ、なんか嘘くせえじゃん。なんかお前海まで行ったんかいみたいになるんやから、川で釣って川の魚渡した方が奥さんはまだなんか納得しそう。そこまで考える義理もないけど、こっちには。あ、バキエとかあるんだ。竿を上げ、投入と上げるがまるで一緒なんだな。オッケー。あ、こういう感じね。じゃあでっかいの行こうや。行けね、動物の森みたいにピクピクピクってしてくれるんかな。魚一個も動かんけど、これ大丈夫？来た来た、よし、オッケー。ぬるっと釣ったけど、わお、でかいな。なんかね、龍が如くのさ、釣りのさ感じ好きなんだよね。なんかよっしゃーみたいな、そのなんていうの、あの絵が好き。こう釣り上げた絵が。あ、この動くやつは合わせらんないのか。あげましょう動くやつはダメか。あ、でかいのまた来た。じゃあそんな釣り、あ、いや待って、家用にもう一匹釣っておきましょう。はじめちゃん顔めっちゃ整ってるよね。どっか行く、貫通してどっか行った。家用に魚釣りたかったのにな。こっち向かないかな、来るって。向かないか。向かないかな、こっち向かないかな、向かないか。鼻先まで来たよ。どう？あー、どっか行っちゃう。しゃあないな。コイって食べれんの？むしろ逆に。ちっちゃいのやってみる？次。四角いの。なんか貫通してどっか行く。どんな形よ、あの魚。すごいとんがってっけど。なんかちょっと小動物に見えるもん。なんかタヌキみたいな尻尾で。あー、もうやってられん。私短期やからこういうの待ってられへんねもう動画外でしよう。ちょっと時間の概念ある時にはできんのよ、もう。あ、早く早くってなっちゃうから。よし、オッケー。ほら釣ってきたぞ。結構でかいやつやぞ今日こそは。どうだ、釣れそうかいやさっぱりです。あ、魚やるよ、もうやるから。ほら声あげるからさ。生命力が強く寿命も長い、すごいな。余った魚を持ってきたぞ。おお、これはまた生きの良さそうな。
よし、この魚を妻の元へ持って帰ればこれからも釣りを続けていいと言ってくれるはず。いやー助かりました。お前なんで絆メーター出た今。あ、首の皮一枚つながったって言ってるわ。大げさだな。とんでもない、それくらい深刻だったんですよ。本当にありがとうございます。これ魚一生渡し続けないといけないやつじゃん。これは、あ、なんか拾っちゃった、ごめんなさい。なんか間の間に、人と人との間に割り入ってしまって。何をしてんのこれ、すごい高い声。どうやらムクロガイのどこかに暗殺集団がいるらしい。そこでこの町にいる悪人どもを極秘裏にで、始末してるって噂だ。へえ、何それ、これどうした、うん、あ、こいつ一回見た飛脚だよな。なんで戻ってきちゃったお前。あいつはさっき道を間違えた飛脚だ。もしかしてまた道に迷っているのか。おい、おい、どうしたんだ。あ、さっきの親切のお侍さん、お前のさっきいつの話だよ。ちゃんと伏見一番街には行けたのか。それがまだ行けてないんです。どうしてもここに戻ってきてしまって。何、伏見一番街は本当にすぐそこだぞ。迷う方が難しいくらいだと思うが、実は私どうしようもない方向音痴なんです。いや分かる、方向音痴分かるけど、伏見一番街は分かろう、方向音痴の飛脚か。よく今までやってこれたな。確かに、何が届けれんねんお前。今まではずっと親父と二人でやってたんで。ああ、なるほどね、なるほどね。お前一人でやらなくてはいけなくなったというわけか。はい、でも親父を心配させないためにも何とかしないと。いつまでも親父におんぶに抱っこなんて情けないですからね。確かにそうだな、自分を変えるいい機会かもしれないぞ。この時代ってさ、あれないのかな、あの地図とかさ。 まずその寺子屋の前をまっすぐ行く。そうすると右手に大きい商店街がある。その中に入ったらすぐのところだ。なるほど、ありがとうございます。今度はなんとか行けそうです。では私はこれで、あ、頑張るよ。もうこれは時間かかるタイプのやつか。うん、時間かかるタイプのやつっぽいな。一番街の方に出てないもんね、この辺だけど。うん、出てないから多分関係ないね。よし、じゃああともう一個参拝してない。ここ拝んどこ、拝んどこ。ここやな、これどこに行けんねや。あ、これムクロ顔で、ムクロ顔、ムクロが行けるんか。いや、ちゃはじめちゃんちゃうで、そこの女の人や。なんかもう絶対なんか困ってるもん。焦がれる女、困ったわ、どうしよう。あの女、もしかして船でムクロ街に行こうとしているのか。危険だな、注意してやるか。困ったわ、行こうか、やめようか。なんかあるの向こうに。おい、どうかしたのか。ムクロ街はあんたのような女性が一人で行くところじゃないぞ。ん？あ、やっぱりそうですよね。でもどうしても入りたい理由があって。理由？ええ、私匂い水が欲しいんです。香水？え？匂い水？なんだそれは。巷で噂になっている香りのついている水です。それを体に振りかけるとどんな男性にもモテモテになるんだとか。もうなんかジンクスじみてるけどね。それはなんか惚れ薬みたいなものか。惚れ薬を知ってるの、はじめちゃん。なんかちょっとなんかやらしいな。匂い水、そんなものがあったとは。ええ、私男性に全然モテないので。ノーコメント。でもその匂い水、ムクロ街にいる闇商人。あ、そうなの、香水って闇の品なの。知らなかった。闇商人からしか手に入れることができないそうで。なるほど、だからムクロ街に入ろうと思っていたわけだな。はい、でもやっぱりムクロ街は怖くて。そらそうよな、ムクロ街に女一人で行くなんて自殺行為だが、この女放っておくと本当に行ってしまいそうだ。ああ、行ってくるか。ムクロ街どうせサブストーリー拾いに行くしな。分かった。あんたの代わりに俺がムクロ街で買ってきてやる。こう、匂い水というものに少し興味もあるしな。え？
え、よろしいんですか？ああ、任せておけ。ありがとうございます。匂い水を売っている商人はムクロガイのどこかにいるらしいです。これ、匂い水代です。前払いさせてください。あら、3両本当？あ、マジか、お釣りくれんの？ありがとう。悪いな。いいえ、それではよろしくお願いします。匂い水、行ってみましょう。しっかり金飛んだな、これ。匂い水すごいな。なんかあのあれが響きがなんかおしゃれだよね、香水ってより。ようやく出られたね。死んでないな。麻雀もしたいが。何の話してんの？怖いんやけど、さっきから。物騒やね、ムクロガイ。何度来ても気味が悪いところだ。ん？ん？なんや？いきなり？なんなんだ貴様らは。ムクロガイに出向いておいて、なんだ貴様らはねえだろ。こんなことここでは日常茶飯事だぜ。そういうことだ、さっさと金置いていけ。じゃないと持ってないよ金、そんなに。死ぬことになるぜ。そうだそうだ、早く置いていってくれよ金を。残念だがお前らの期待には応えることはできない。あ、なんだと？持ってねえんだよ金、こっちが欲しいわ。おい、こいつムクロにしまおうぜ。なんでちょっと粋な感じで。あ、槍持ってら。ちょっとね、大使の編成変えたの。いって。おっい。あ、白石まだ。危な。ちょっとこのなぎなたはやめてほしいな。でもなんか私の方が早いから。いや全然弱かった。かっつつえ、なんなんだこいつ。ち、おい、こいつはやめだ。襲うのは他のやつにする。畜生めつらかぞ。まあそうだよね、入ってくる人間こうやって襲ってんだろうな、多分。のけものにされた奴らのスクツ。ムクロガイか。気を抜いていたら危ないな。用心しなければ。用心はして、あんた。しっかりこう羽織ってっからね。闇商人どこだろうね。こいつは？旦那旦那、何かいただけませんかね。あ？物乞いか。あいにく大した金目のものは持ってないぞ。ひひ。金目のものなんていりませんぜ。足は旦那のいらなくなったもの、不要品が欲しいんですわ。不要品？そんなものどうするんだ。足は皆様の不要品を集めてましてね。あー、まあ、なるほどね。頭はよく生活してんだね。いらんもんはないけどな。なんかあったかな。ああ、割れたまな板は結構すぐ手に入るから、これあげるわ。神様なの私。え？そうか、こんなものでいいのか。そういうもんがいいんです。大抵のもんは有効活用できますからね。旦那、処分したいもんがあったらまたお願いしますぜ。なるほど。こいつは？ああ、あれか、向こう、町向こうから行けるとこやな。ここショートカットできたら伏見にすぐ帰れるのか、この辺から。
そういうことか。酒買っとくか、また今度。また物乞い。食べ物が欲しいの。相手にするとキリがないな。本当にそう。あー、避けていくんだね。ま、待ってください。ここ1週間何も食えてないんです。何でもいいので食べ物をお恵みください。1週間も食べていないのか。このままじゃ飢え死にしてしまうかもしれん。いやー、あのさ、いや、まあ、人道的だと思うけど、1週間食べてなくてこうなってて、はじめちゃんが何か渡したとしてもまた1週間ご飯食べれないかもしれないじゃない。渡すけどさ、はじめちゃんが気になっちゃったから。なんかないかな、なんかないかしらね。ちょっと野菜は今ね集めてる最中だからね。いや、卵もな、ポイポイ取れるもんじゃないかな。浅漬けやるわ。じゃあこれはじめちゃんの手料理やぞ。美味しくいただけ。うん、喉乾くけどね、浅漬け。ほら、これでも食べろ。よかったね、漬物だぜ。なんかこの人ムクロガイっぽくないね。全く調子のいいやつだな。へへ、いやしい身分の物乞い風情なんで勘弁してください。いや、しかし食事をしたのも人から優しくされたのも本当に久しぶりで本当に嬉しいですわ。いつか必ずお礼させてもらいますゆえ。本当に。とりあえずお礼のお礼を考える前に自分の食料のことを考えるんだな。こいつは一本取られましたな。とにかく旦那ありがとうございました。無茶すんなよ。もうはじめちゃんめっちゃ友達できるやん。上、ちょっと待って、ここにもいるいる。おい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 、やめてやめて、ダメダメ。お前どうしたんだ、傷だらけじゃないか。こんなとこいたら危ないよあんた。野良犬か。ちょ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 、連れて帰りたい。待って、なんて薬しかないんだけど、いい薬でいい。今から手当てをしてやるからな。動くなよ。大丈夫？本当に？いや、うなだれてるけど。少しは元気になったようだな。本当に？いや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 、ちょ、連れて、いや、え、連れて行こうや。もうこんな状態の犬、ここ連れて、ここに置いとくのやばいって。連れて行こうや。大丈夫？ん？なんだあれは。喧嘩や炭坊主、なんか名前書かれてないこいつ。なんか意外と顔整ってるしな。お、お客さんかい？いらっしゃい。いや、いや客じゃない。なんなんだ喧嘩屋とは。ああこれはね、誰かぶっ倒してほしいやつがいたら俺が代わりにぶっ倒します。あ、そっち。まあ殺し屋に近いかもしれねえな。ちなみに炭坊主は俺の名前な。うん、物騒な職業だな。いいのか、堂々とそんな旗掲げて。捕まるかもしれないだろ。へっ、そん時は俺を捕まえようとするやつをボコボコにすればいいだけの話ですわ。すごいね、いかにも喧嘩らしい理屈だな。しかしお前の体に入っている名前の入れ墨、それは何だ。ああ、これは俺がぶっ倒したやつの名前ですわ。なんか武田って書いてるけど、お前下の名前はあんまり、じゃあそんな殺してねえんだね。悪趣味だな。まあ旦那も気が向いたら使ってくださいよ。今日はこの後馴染みの客が来るんで、またの機会にでも。悪いが間に合っている。こんなところになんでわしが。あれ、この人もしかしてだけど A じゃないかのやつじゃないの。で、今回はどんなやつをぶっ倒せばいいんですかい。このわしに恥をかかせたやつがいるんだが。こいつ A じゃないかの悪代官や。え、しかもはじめちゃんが相手か。こいつだこいつ。ん？ん？お前は。覚えているだろう。覚えてる？あ、覚えてないはじめちゃん。あ？お前に以前 A じゃないか騒ぎの時にやられた代官様だよ。忘れたとは言わせんぞ。すごい宙見上げちゃったけど。あ、思い出した思い出した、よかったよかった。
すまんな、完全に忘れてしまった。へい、もういい。飛脚のこと覚えてんのに大官のこと覚えてないんだ。何？本当だよ、運命感じるね。これやだな、はじめちゃんの名前ここに書かれるの嫌だな。仕事なんで。あんた名前は？斉藤だ。斉藤か。じゃあさっさとぶっ倒してあんたの名前俺の体に刻ませてもらうぜ。おお、槍なのね。たちの悪い男になった。槍か。へい。いや弱いやん。めちゃんこ弱いやんけこいつ。あ、起きて。おいって、一発だけはもらってやるよ。次ワンコがワンワン言い出したな。夕方時なんでね。なんということだ。クソ、負けたから金は払わんからな。さらばじゃ。あいつ一番切っといた方がいいんじゃないの。あんた強えな。こんなに強いやつ初めて会ったぜ。お前も十分強い。運が悪かったとでも思うんだな。いや、この差は運じゃねえ。俺は自分の力にあぐらをかいてたみてえだ。もう一度出直してくる。強いやつとどんどん戦って倒して、この体の入れ墨が今の倍になった時、もう一度あんたに挑戦させてもらう。いや、なんか趣旨変わってねえ、おめえ。仕事としてこっちに寄ってきたんじゃなかったの。それまでせいぜい首を洗って待っててくれ。ねえ、趣旨変わってない？変なやつだがなかなかの腕前だ。今度会った時には厄介な相手になりそうだな。闇商人どこだ？いらっしゃい。これメシアだよな、多分。すごい鳥いるけど。逆にね。ん？ん？これか、闇商人。なんか受け取ってるな。あの男が噂の危険な品を扱う商人だろうか。こいつか。おい。おい。お前に少し話があるんだが。え、違う。何か勘違いしているようだが、俺は客だ。ただ買い物がしたいだけなんだが。しらばっくれんじゃねえ。俺はしょっぴこったってそうはいかねえぞ。悪いが、ちょっと痛い目見てもらうぜ。いきなり？ちょっと、匂い水買いたいだけなんだけど。おりゃ、いった。一発だけはもらってやろう。聞く聞いて、私の話。クソ、俺としたことがこんなところで捕まっちまうとは。俺のことを奉行所のものか何かだと勘違いしてるみたいだが、俺は客だ。え？本当か？本当にただの客なのか？ああ、買い物がしたいだけだ。そいつはすまねえことをしたな。あんた鬼みたいに恐ろしい顔してるから。てっきり俺を捕まえに来たものだとばかり。誤解とはいえ、いきなり喧嘩かけて悪かった。本当は紹介がないやつとの取引はしねえ主義なんだが、お詫びにあんたとは取引させてもらうぜ。そうか、助かる。で、旦那、何が欲しいんだ？え？男、いや、お前その言い方はよくない。お前男にモテたいみたいになるやんけ。ちゃうやろ。あるにはあるが、旦那も結構抜け目ない人だな。ちゃうねん、使うんちゃうねん。はじめちゃんが使うんちゃうねん。俺が使うんじゃない、知り合いからの頼まれ事だ。これもこれで言い訳臭いけどな。あ、ほら、
もう男色のなんか侍みたいになっちゃったじゃん。ほら、これが匂い水だ。すごい。そうか、ではこれをいただく。いくらだ。え、じゃあ損料そのまままるまるもらえるってこと？よくなくない？それはちょっとよくなくない？確かにこんな水で男にモテモテになるっていうのをにやかに信じがたいからな。え、いや、いらん。あ、あかんって。ほう、なんだか妖艶でかぐわしい香りがするな。確かに刺激的なものだな。ただ惚れるかどうかはわからんかな。とはいえありがたく受け取っておく。ん？ん？どうした？ あれでもさ、香水、いや、なんていうの、そのさ、あの世の中にはさ、一応惚れ薬というか、惚れてしまう、こうなんかそういう食べ物とかあるらしいじゃん。ちょっとわかんないけど、ちらっとしか聞いたことないけどさ、そういう類のやつ使ってるから、あながち間違いではないんじゃないかな。あのフェロモンが出るとかさ、そういう意味合いでね。 おい、うん、なんだって？好きだ。え、ガチやな、おい。なんや今の SE。 何？なんだと。すり込み早くない？なんか違くないそれ。なんか吸ってるでしょお前。これはまさか香水のせいなのか。効果は本物だ。え、いや、ちょ、近寄ってこないで。距離が近い。ちょ、このままではやられる。しかしさっきも打ちのめしてしまったからな。ここはひとまず逃げるとしよう。もう一回切ろうと思ってるの一瞬。じゃあな。去り方かっこよ。あ、ちょっと好きなんだよって情熱的すぎん？しつこいぞ。あ、逃げるのかよ。しつこいぞって言って大きな声も。しつこいぞ。止まっておくれやつ。あれ、こっちじゃないの。危ない。捕まるわけには。止まっておくれやつ。やめて。あ、ムクロガイから出てきたの。出てきたのにまだ追われてる私。まだ来るか。できたか。よし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 。あー、なかなかだな。さすがに前にはいないよね。おかしい。なんでいるんだよ後ろに。しつこいぞ。待っておくれやつ。あれ、隠れらんなかった今。はじめちゃん頑張れ。おっしゃ。どっちこっちなってる。あぶねえ。ここまで来れば大丈夫だな。隠れようと思ったらもうダメだった。どうにか逃げ切れたな。あのどうでした、香水変えましたか？これ大丈夫な？かけた瞬間周りの男全員追いかけてくるんじゃないの？ああ、ちゃんと手に入れてきた。お使いの品、香水を渡した。ありがとうございました。これで私でも男にモテモテになれますかね。そうだな、効果は保証する。だがそれは大変危険なものだ。きちんと使うんだぞ。ええ、こんな危険な水は将来日本に出回ったら人生をめちゃくちゃにされる男たちも増えるかもな。香水、あ、匂い水、恐ろしいものだ。そんなこともないからね。あの、私も香水好きですけど、
あ、飛脚帰ってきてるんですけど、大丈夫か、今度こそ伏見一番街には行けたのか。あなたはこの前の親切のお侍さん。あ、行けたの、よかった。すごいワンコ泣いてる。ちょっと待ってくださいね。まあ大したことはしてないけど、それよりどうしたんだ、まだ何か慌てているようだが。ええ、そうなんです、お侍さんの助言もあって何個か配達が終わったんですが、未配達分がまだたくさん残っていて、こんな調子じゃ私が一人前になる前にうちは評判が落ちて廃業になっちゃいます。どうすれば。困っているようだな、これも何かの縁だ、少しぐらい手伝ってやるか。仕方ない、少しくらいなら手伝ってやってもいいぞ。ええ、いいんですか。ああ、街を歩き回る機会は多いからな、そのついででよければ届けてやってもいい。あ、ありがとうございます。ではこの荷物を屋敷町の寛吉さんに届けていただけますか。はい、寛吉ね、はい、いらっしゃい。まあ屋敷町行く用事があったらにしましょうか。じゃあそうですね、今回はこちらで終わりになります。ご視聴ありがとうございました。ちいさんでした。次回は寺子屋で、ストーリー進めていきたいと思います。寺子屋ちゃうわ、寺田屋や